それじゃあ。はい。そういや。高校卒業してからだから、大阪で一人暮らし始めてからもう5年くらいになるのかな。やっぱりお金の面が大きいんですね。都会の方がより多くお金が稼げるって聞いて。ほう。家族への仕送りと夢のためですね。うちものすごく貧乏なんですよ。両親の稼ぎだけだと弟たちの学費どころか家族の生活費もままならなくて、それで。なるほどな。あ、覚えててくれたんですか。そうなんです、うち家族が多いからいろいろ物入りで、弟たちは私の代わりにちゃんと大学に行って勉強して立派に育ってほしいなって思うんです。真島さん、ありがとうございます。そんな風に言ってもらえたこと今までなかったから嬉しいな。私が好きでやってることですから、へこたれてなんていられないですよ。それにたまに友達と遊んだりしてちゃんと息抜きはしてるんで大丈夫ですよ。そうか。はい。もし私が辛いって言ったら、真島さん具体的に何してくれます？そのお気持ちだけでも十分ですよ。真島さん、ありがとう。そうや。私、将来ナースになりたいんですよ。ほう。ナースになるための学校に入って勉強して国家試験に受かるのが一般的ですね。なるほどな。そうなんです、卒業するまでの3年間で学費が400万くらいかかるんですよ。ゆっくりですけどちびちびと貯めてるの。目標金額にたどり着くにはまだまだ先が長そうですけどね。あ、そっか。学校に通うようになったら私がこの店でお仕事できる時間もなくなっちゃうんですよね。ああ。真島さん、お店のことよりも私の夢のことを考えてくれるんだ。ありがとう。私この店にいる間は精一杯頑張るから。ん？お察しの通りです。仕事の合間に時間を見つけては勉強するようにしてるんですけど、これがなかなか難問揃いでですね。なるほどな。そう考えるとなんだか焦っちゃって。
問題文読んでも全然頭に入ってこないんですよ。真島さん、なんだか先生みたいです。よければ今度勉強の仕方じっくり教えてもらえませんか？はい、そこは全然期待してないから大丈夫です。おいおい、疲れ。